試合前のゲームプランですね。まあ、基本的には相手チームが、例えばオフェンスのコーチであった相手チームがそれまでの試合でやってきたことの統計を取って、その中でどのシチュエーションだったら自分たちが有利にプレーが展開できるかというのを探すのが大体多いです。もしくはこのフォーメーションについた時にこれだと明らかにウィークサイド必要少ないよということを見つけた時は、もうそれを徹底的に作るゲームプランを考えると、あとはやっぱオフェンスライン対ディフェンスラインというのは結構大きいんですよね。ここの組み合わせは絶対勝てるぞということになると、じゃあサーダンショートはこいつの後ろ何プレーに行くかということがまず最初に出てきます。でそうするとここの何プレーばっか使ってそのうち人が集まってくるので、そのうち出なくなるので、そしたらもうここの何プレーはサーダンショートに取っておきましょうと。でそれ以外の時は外の何プレーを基本的に使っていって、本当に肝になるシチュエーションの時だけこんなのを使いましょうですね。つまり自分たちが有利になるシチュエーションをどこで使う、作ってどこで使うかっていうことを決めるのが基本的にゲームプランだと思うんです、ね、なので相手の、まあ、オフェンスのコーチだったらディフェンスの傾向を今まで通り見ながら、その中で自分たちがどこに行ったら有利なのかなということを常に考えていくことを常にやっている感じですね。あと、まあ、よく見るのは相手のディフェンスがどのシチュエーションでロングインされてる、どのシチュエーションでタッチダウン取られてるかというと、きっと何かそこには弱い理由が、失敗する理由があるわけで、まあ、このディフェンスの傾向でいうと、こういうプレーはちょっと遅めのプレーが弱いよね、じゃあドローやろうかとか、これだとこういうミス、例えば受け渡しのミスが起こりやすいなとかっていうのを考えると、あえてそのシチュエーションを作ることです。同じ失敗は同じく出たりすることが多いんですよ。いかに自分たちが有利になるシチュエーションをどうやって作るか、それをいつも持ってくるかということだと思います。まあ、それがゲームプランで、じゃあそうするとスクリプトって言うんですけど、台本じゃないですけどね、まあ、最初の10プレーとか12プレーとか、まあ、やるプレーを決めておいて、その中で相手に、あ、やっぱりこのフォーメーションをするとこのアジャストしてくるんだとか、あ、このモーションをするとこういうミスマッチがあるんだとかですね。まあ、モーションシフトを繰り返すことラインバッカーとエースレシーバーが必ずマンツーマン関係になるみたいなことはよくあるんですね、往々にして。でそれをじゃあいかに作るかと。で最初の10プレーの時は最初に本当にそれやってみて、相手が同じ話してくるかなと確認してみたりとかですね。あと僕なんかそうなんですよ、スクリプトがあってシチュエーションごとですね、ファーストアンドコールスプレー、セカンドアンドロングコールスプレー、サードアンドショートミドルロングで、まあこう来たらこう、こう来たらこう、でレッドゾーンゴール前になったらこういうふうにやりましょうっていうのを、まあ、リストとしてまとめておいて、そのシチュエーションに行ったらそこをコールするといったことをもう機械的にやると、試合中にあれこれ考えても時間が短いじゃないですか。で試合って、まあ、焦ったりもするし、でこう迷ったりもするし、まあすごくいい判断ができない可能性が高いんですよ。そうするとやっぱり試合の前までに程度何かを決めておいて、ダメなものをスクラッチしてくるっていう方の方がプランニングとしては多いと思います。